11日日曜日、21時になりました。プラレールダダモレール鉄道やわの今日は臨時配信ということで、福井の続きをやろうと思っています。で、今レンダリングを進めておりまして、だいたい40本近くになるということで、臨時配信を適宜入れていって、もう早めに、これは全部ね水曜だけでやってたら秋になりそうなのでそれはもうちょっと、やめておこうということで、今日はこの続きをやりたいと思います。では、これは前回流した、ね、高さん、データなんですけども、そういえば、はい、一部の駅の案内板が東京桜ダム荒川線という案内板が出始めて、今井線とどっちが長持ちするかが話題になっています。まあ荒川線と結局みんな呼ぶようになるんでしょうね。わざわざ桜トラムって呼ぶかっていうことになるんじゃないでしょうか。それではピヨーンと、はい、ということで、じゃあ先にね、今日はいきなり歩きから始めるので、ちょっと説明を先にさせていただきたいと思います。はい、まずですね、最後、前回の最後のところでちらっと地図をお見せした、そこから行きましょうかね。はい、坂さん、うちの配信も変にいろいろ入れていたら未だに正月旅行の配信が終わっていないんですが、そうなんですね。はい、今日はですね、どういう趣旨の動画かっていうのを最初に説明させてくださいね。まずこの福井駅の、これ航空写真です。で、私がこの航空写真の上にこのマジックでですね、こう黒い線を引いております。この福井駅からこの左側のこの線は今実際に、電車が走っている線ですけども、これを 単線ループにしたらどうなるか、それがこの、趣旨でございますね。でどうするかというと、まあ考え方としてはなるべく小さな単純ループで、そのループとループの間は、まあ歩いても大したことない幅にすると、まあ、要するに伏線の代用という意味です。海外に行くと、伏線のレールが終点につくとくるっとラケット状のレールになってて、そこで、ぐるっと回って折り返すという例があるんですけど、まあ、あれを街中にしたような感じですね。香港とかに行くと、その街の街路をぐるっと一周して戻ってくるというような、そういうループがあるんですけども、まあ、そういう感じでございます。で、地図をつらつら見てみると、もうこのルート以外にちょっとないんですよ、最短ルートを取ろうと思うと。で、このルートにもいくつか弱点がありまして、このお城沿いに走るこの道ですね、2車線しかないので、レールを敷こうと思うと当然1車線を潰すことになりますね。で、今は対面通行なんですけども、ここは片側通行にせざるを得ないということ。それから福井駅を出て、この角がセブンイレブンなんですけど、このセブンイレブンの前にこう入ってくるこのカーブ、まあ、ここはね、駅前の広場をうまく利用することで、なんとかカーブが確保できそうです。で、県庁の入り口のとこでっかいね、これ横断歩道です。この白い斜めの線、この横断歩道付近を使って県庁前、それからお堀の横を抜けて、この市役所に入る、ちょっとした市役所の前のこのエントランスを利用して市役所、それから、一番問題なのがこの大名町と書いてある、 今は市役所前という電点なんですけども、ここでどのように線路を入れるか、ここが非常に難しいところでございます。でこれね、ストリートビューで、やってみました。はい、これ東横インです。ここのところ東横イン、左側がセブンイレブンで、道路のストリートビューで、まあ、線路はこうなるのではないかと。坂さん、お堀の水を抜いてたな、はい、そこにレールとついでにガントレットも無理につけてたな、プフ、名鉄瀬戸線ですね。まあ、これはこんな感じかなということですね。で、次、これがやはりセブンイレブンの前ですね。これが今の市役所前の電停で、まあ、こうなるのかなというふうに線路を敷いてみました。ね、
これはね、曲線緩和をするためにあえて、クロスさせて、でこのセブンイレブンの先のところで合流させるっていうね、まあ、こんな感じになるのかなというのを踏まえて、あでこれは、大名町の今片方にこう入っていくところを両側に分岐する感じのポイントにするということです。じゃあこれを今動画で、実は歩いておりますので、そこをご覧いただきましょう。はい、今福井駅前、東横インを出たところですね。で朝の7時なのでまだ恐竜が動いておりません。でこの左手がセブンイレブン、今工事をしてましてね、意外にこのね道路、道幅は広いんですよ。なので線路を敷くときでもそれほど不便はないのかなと思います。また手戻り工事が必要ですけどね、まあ単線ループでも本気でやるようなんですよね。というのはね、急カーブを曲がれる車両の開発とか言ってるんですよ、あの市役所のプレスリリースでね。ということは20年後ぐらい、私生きてるかな、20年後ぐらいをめどにやるのではないかという気も、もっと早いかもしれませんね。であのフクラムのような車両はもうかなりの急カーブを曲がれるっていうのはもう、高岡でもそれから富山でも見ておりますので、あれ同じタイプですね、同じタイプなので、問題ないということは分かっております。今ここで見えているこの左部分ですね、この、歩道、横断歩道があるこの付近に、県庁前電停、もう本当に歩いて数分もないところですね。でこの、お堀の向こう側がもともと福井城があったところを、全部取り潰して、県警本部とか県庁とかそういう建物が入ってます。だここ本当はその県警本部も県庁もどっかに移して、お城をね、天守閣を復元して城址公園にするのがいいと思うんですけどね。で今この2車線ある右側の車線を潰して電車が走る感じになります。車がやってきました、ね、ここが電車の軌道になってるという感じですね。でここもね、城下町にありがちな5番の目じゃなくて、ぶつか、T 字路の積のり、お茶神定人だくるさん、はい、そうですね、浜大津で実証済み、プフ、あのカーブ曲がれるんですからね。でこの向こうね、福井中央公園という、まあ、大きな公園があるんですけど、その付近今工事中なんですよ。その工事が終わってどうなるのかっていうのがちょっと気にはなってるんですけども、お堀もね、お堀の中にも確か、工事をしてるところがありましたね。それ今回は見ずに来ましたので、ガチガチの計画を立てるとはこういうことになります。でもガチガチの計画のおかげで今回いろいろと学ぶことができたので、また次はゆるゆるですね。今度は富山に2泊する形でゆるゆるの計画で行こうかなと思います。はい、ここ目の前が福井市役所です。だから今の裁判所の位置にね、Google マップで見ていただくとこのお分かりになると思うんですけど、裁判所のところに大きく開いてるんですよ、福井新聞と。若さん、はい、パーキングメーターがあるから前提スペースもできそうですね。そうでここちょっとゆっくりカーブしてるでしょ、この植栽のあたり、ここに電停を作ればもう屋根を直結して市役所に入れると。本当にもう文字通り市役所っていうね、福井市役所、福井県、福井の字があった方がいいのかな。ここに市役所の電停がつくと。
ほらノーカットでね、こんだけ短いです。で、次に意外と急カーブに見えますけども、それほどの急カーブではないです。これおそらくここはね、もともとクランク状になってたんですよね、この道、街路がね。おそらくそのクランク状になっているところの角を削って、こういう S 字カーブにしたんだと思います。はい、もう電車通りが見えてきました。で、今車が止まってるあたりに、線路が2本ぐっと入ってきて、この手前の建物あたりで、合流するということですね。神社の前かな、神社の前あたりで、合流するという感じですね。だからああいう路上駐車できません、そのカーブができた。このお城の周りはね、神社が3つもあるんですよね。本当に。福井はおそらくね、お城潰して県庁作ったってことは、明治維新の時に反乱が予想されたんでしょうね。その地方反乱を防ぐために地方の城を明治政府は潰していきましたから、ね、でそうでもないところはお城が残ってるわけですよ。天守閣とかね。でやはりまたセブンイレブンが出てきて、ここに線路が入っていく、そういう位置で。でこの後、はい、なんか数年前にうちでもやったただ歩くだけの配信を思い出すな。あの時はもしそのルートを選んだらという過去の内容だったが、プフッて。はい、市役所前電車が今ちょうど通過して赤字線を渡る。それではですね、この地図をもう一回、見たいと思うんですけども、地図をねご覧いただくと、これね、これこの地図を見て、倒そうかな、はい、こうした方が大きく映せますね。これをご覧いただくと分かるように、左回り、反時計、あ、時計回りですね、時計回りに、回るということです。で、この本町通りという、片停留所をここに新設することになると思います。で、ここに今ある、横断歩道、この横断歩道に接着する形で、新設された、停留所、それからこの大名町という名前を付けたんですけど、これはちょうど今ある停留所の反対側ですね。今市役所前という停留所はこの右側に、このセブンイレブンの前はこの左側に停留乗り場があるんですけど、これをちょうど逆にする形で、停留所を新設した方がいいということですね。というのは、お分かりのようにここ、本町通り、これは、合流してきた電車がどっちも集まってくる、竹生行きに行くのに乗り場を、あちこち変えなくて済むということです。以前の、阪海電車の住吉のように、あっちとこっちと乗り場が分かれるようなことはしたくないということです。なので、ここ実はここをねぐるぐる回る電車も設定できるんですよ。その輸送としては意味がないんですけど、ここぐるぐる回る電車っていうのは、ところがレトラムのような、それに乗ることが目的の電車はもしかしたらここぐるぐる回すのが一番いいのかなという気もします。で、他の電車は急行電車が直行ですよね、もう田原町に直通、
で、あとは、大名町で前後にタンデムに並んで相互乗り換えができるようにして、市役所県庁福井前西部前と一周して戻る、ね、神谷町東西の関係みたいに、そうあれだから本来片手入所でいいわけなんで、広島の市電で言うと十日市町です。あれは合流した先に1箇所ずつ3箇所乗り場があるんですけど、あれが理想的ですね。合流した先に、電停がある。でもここの大名町、これは合流の分岐する手前にあるわけですね。だからここの大名町では、福井駅に夜電車とそれから直行する電車を前後に止めて相互乗り換えをさせることができます。ここも大名町もそうですね。福井駅から来た電車とそれから直行する、電車、ここに前後に止めて乗り換えができると。本町通りも同様にできるでしょうね。でも本町通りは田原町から来たのと福井駅から来たのをタンデムにする理由がそれほどないなので、まあ、ここ2カ所の大名町ではタンデムに止めて、この単線ループの中に入れると。で、今の感じだと、福井駅前をここですね、この今の電車通りを通ると1箇所2箇所3回止まるのかな、下手すら3回止まるんですよ。ここ入るときでしょ。で、ここに入ってきて、この道路の手前、ここスクランブルになってますから、この手前で1回、それからこの横断歩道の手前で1回と。で、こっち側に入る場合はもう途中にそういう信号がないので、市役所前県庁と止まったらこの駅前のここだけですね。ここも、専用線に、この道路を渡ったら専用線に入るだけなので、ここは、矢印が1回で済みますね。1回の矢印で入れるという感じでしょうか。まあ、そういうことをちょっと、いろいろ妄想してみましたが、なかなか現実的なのではないかと。まあ、現実的と言いつつ、おそらく超単位のね、超単位のお金がかかる。何十億じゃ済まない話です。100億単位の、少なくとも100億単位のお金がかかる、計画になるでしょう。まあ、でもこれやるだろうな。やるんではないかと踏んでおります。もっと考えると、この中央公園をここまで伸ばしてしまってね、その公園の中を通すみたいな大胆な案も出てくるでしょう。しかしお金のことを考えると、この今の市役所前のところにペチャッと接着するのが一番いいんじゃないかなと思います。写真を見てみましょうかね。これが今の市役所前、これは右側が田原町、左側が竹風福井駅方向です。だからちょうどこの電停とは向かい側に、作るという感じですね。あ、そうでね、これ次の動画の頭に出てくるんですけど、動画の中では、紹介してませんので、ここでちょっとお話しさせていただきましょう。この方ね、市役所前電停に常駐してて、切符の、販売とかそれから案内をしてるんですけども、こういう電車のね、電車の曖昧を見てはね、このポイントの中に落ちてるゴミを掃除して回ってんですよ。ちょっとこれには頭が下がりました。まあ、これをしないと、そのポイントが、あの石が挟まったり、あるいはゴミが挟まったりして動かなくなるということを懸念してのものなんでしょう。こう望遠で抜くと分かるんですけどね、かなりガタガタしてますよね。なので、それを、少しでも、そういう障害がなくなるように、ということです。このように。まあ、だから、現場の方はご苦労されてるんだな、ということですね。それからもう一箇所ね、これは動画の中でも出てきますが、この矢印、この黄色い矢印は、電車専用です。で、これは、何を意味してるか、この信号の角度を見ていただくと分かるんですけど、これ渡り線を渡れということです。上り線から下り線に行く渡り線を渡るときだけこの矢印が出ます。
あれに矢印が出るとはちょっと思わなかったんですけど。ということで、この部分をご覧いただきたいと思います。次はですね、朝2本だけあるね、西福井に行く電車に乗ります。福井駅行きっていうね、これもね朝しかないのかな、珍しい行き先です。福井駅止まりですね。これは駅に寄らない、急行田原町です。だから駅に寄るか寄らないかっていうのはね、何らかの形で表現してほしいですね。でこの乗り口のところには今、まもなく信号が変わります。2人ね、女性の方がいて、切符を受け取ったり定期を確認したりしています。青になりました。左右の安全を確かめて渡りましょう。もう一人のおばさんにも制服着せればいいのにね。もう一人のおばさんはきっとパートなんでしょうね。で今走っています。この方が先ほどの、レールの間を掃除し始めるわけです。信号が変わります。はい、そして、次に出てくるのですね、これも1日1回だけの、区間急行です。朝1本だけの、区間急行竹風行きです。寿司が急行と分けていた京急を思い出す。ありました、ね、一駅も通過しない特急、急行がバンバンと。やはりこの電停は、地下から上がってくる。あって切符買いました。例によって先ほどの女性の車掌さんというのか、この係りの方から切符を買ってこれから乗ってくれます。市役所前から福田に車掌って判行は押さえてますから、ね、まあこの方車掌なんですよね。だけど、電停に常駐。あ、そう、前乗った時には、車掌乗務の、電車もありましたね。そういえばね、はい、車掌乗務の電車もありましたが、ごくごくわずかでした、はい。で、電車用の黄色い、ね、渡り専用の信号です。若さん、係の方、雨や雪の日は大変だろうな。大変だろうね。
大勢の方がやはり降りてきます。願わくばこのパートのおばさんにも制服の支給をしていただきたい。車内混雑してますので、回すのはやめます、はい。副台前西福井に到着です。学生がね、ご覧ください。今まで田原町で降りて歩いてた彼ら、彼女らがこの一駅を乗ることになったわけですよ。効果絶大という新聞でも各種表でも出ましたが、文字通りこれが効果絶大の現場でございます。クルサというね、なんと7時台なのにこのクルサというショッピングセンターの1階が空いておりました。奥はパン屋さんになってて、パン屋さんの前になんと、テーブルが並んでて、そのテーブルで彼ら彼女らは自習をしておりました。はい、ここまでですね。このちょっと様子をご覧いただきましょうか。ロカさん、はい、学生相手の昼飯購入を狙っての早朝営業だろうな。そうです。まさにそうでした。買ってる人もいましたし。はい、でこれが、西福井の、駅のところから。ちょうどね、やっぱ暗いとこうなっちゃうんですよね。さっき、泊まってた、フクラム、1002編成ですね。でこれが、田原町経由福台前から市役所前行きの切符です。もうなんてことない、なんか自社線内のような感じですよね。東京とかだったらもっとなんていうのかな、他の鉄道に乗り入れるよって感じなんですけど、自社線の自社線とあんまり変わらないようなね、そういう切符です。越前鉄道の切符です。あ、でまたこの後ね、電車の出入りの動画があるんですけども、これ前回ザカさんがおっしゃってたように、ただいまの電車はと、出るんですけど、これが電車列車別改札ですね。列車別改札の名残っていうか、まあ、今もそうです。どこどこ行きの改札をしますって言って、富山でもそうでしたね。ただいまどこどこ行きの改札をしておりますって言って、その電車に乗る人だけを入れるという状態でした。これにね、もちろん福井行きっていう以外に、ロカさん、東京なら田原町、ね、西福井、矢印230円、そうなりますね。あ、逆じゃないか、西福井括弧で、でその後に田原町住のり、あ、違う、お写真定人ダブルさん、きつねうどん300円、はい、みたいな、そうですね、食券みたいな感じがしますね。
こう切符らしいなんていうかな、重々しさがないですよね。まあ、これはあの窓口で、越前鉄道はね、みんな窓口でこの手の難件が、あの機械を操作して発見しております。でカチンと、ハサミを入れてる、これね、ハサミがちゃんと入ってるんですね。だから、このね、なんとも前回の、鷲塚播磨にもこの手のものがありました。どっち行きの電車が来ますっていうランプがつくわけですね。まあ、というわけで、はい、でも地模様はあるんだ。そう、地模様はこれ地紋があるんですね。ここに、横線なんだけど、横線の太さでこの、車掌、越前鉄道の車掌がこう浮き出るようにしてあるということです。はい、あ、そうそう、これが、福井から福井口に乗る時の、切符なんですけど、全然関係ないですよ。関係全然なんていうの、一緒ですよね。この E1、E3 ってのはこれ駅ナンバリングですね。これで、こっちが、E27 ってのは福大前の駅ナンバリングですよね。福大前西福井なんだけど、福大前と省略されてますね。では、この西福井、福大前西福井で、いろいろ行き来する電車を撮ってまた市役所前に戻るという、動画をご覧いただきましょう。これがなかなかね、なかなか興味深いものになってます。はい、ちょうど8時ですね。で踏切が遮断機がおります。はい、なんと やってきたのは福井行きの電車です。学生さんが降りてきます。墨のりお茶神帝人 W さん、はい、逆走して渡り線、その様子もこの後出てきます。すごいな、ね、英雄貨車と普通車が顔合わせる状態、ね、で今度は、続いて今の電車の後追いで発車します。坂さん、福井行きが間に入るから逆出発なのか。そう、逆出発の理由が分かりました。引き上げられないんですよこの電車。ここで待ってないといけないわけです。よくできてると思いましたね、このダイヤも。で、田原町方向に膨らむ線に編成が去っていきます。さて、この後なんですけども、メイコン、お茶神帝人 W さん、はい、はい、もう一本ですね、福井行きが、間に入ります。やはり学生さん、それから今度は勤め人の方は学生さんかな。福井大学も当然ありますから、福井大学に行く学生さん、坂さん、出
しかも、奥に行くのが面倒な人は先の福井行きで、田原町で乗り換えれば楽という。よくできている。ね。で、これが間に一本。何より、お写真製品だとよさん。おー、続行。3本続行なんです、福井行きが、福井方面は。さて、この後ですね。西福井止まりが今度はフクラムの1001編成でやってくるんですけど、これが遅れてるんですよ。時間になってもやってこない。やっと来たという、これ3分遅れかな。やっと来たと。これ市内のね、交通渋滞とかがあれば、その遅れが今度は越前鉄道に、波及していくということが起きかねないよ。まあ、波及している状態をレポートしているあのページもありました。遅れて着いた西福井止まりで、私は慌てて改札へ向かいます。越前くるさ、くるさって福井方面の方言なんですかね。くるさってのは おいでは、いらっしゃいませとか、そういう意味かな。はい、2番ホームに泊まってますと、ね、案内いただきまして、この人数の多さですよ。大成功だと。いいでしょう。はい、で今もうすぐに折り返す準備をしておりますが。背びれの人はですね、なんか電車の技術関係の人らしいです。こうやって時々天井して様子を見てるんだと思います。こちらの皆さん、スカートゴレストチェイラーですが、
サイド。前に着きました。私今回ね、この、福井鉄道は市役所前と田原町の間を4往復したのかな。こんばんは。福井は左マスコンなんですね。はい、ですね。今回はもうこの市役所前と田原町の間を4往復これ前日3往復してる。で、この朝今度1往復して、で、まあいろんな電車に、特にこのね、ボンバルディアかな、ボンバルディアの、足回り、新潟サナシスの、こればっかり乗るんですよね、今度ね。この、なので高岡に行って富山に行くんですけど、みんなこのタイプです。Jトラム、リトルダンサー、若さん、もう一つある。取材あるある。同じ区間を数多くして、だんだん飽きてくるパターン。福井のこの場合ね、飽きませんでしたね。みんな面白かったですね。よくよく考えると、この福井駅経由田原町行きっていうのがやってくるってことは、さっきの切符福井駅まで買うこともできたんですね。で、ここでこれに乗り換えれば、福井駅に行けるんですけど、まあ、そんなお客さんはいないと。西福井から越前鉄道乗るんだったら、そのままね、一本の電車に乗っていけば、福井駅に行けるわけですから。そこはうまく住み分けができてる感じがしましたね。野田さんの
キャスが入ってきましたが、ちょっとキャスのやつは消しておきましょう。もう9時近いんですけど、やはりこれだけの人が降りてきます。さっきのは学生さんばっかりだったんですけど、今度は勤め人の方がね増えてきましたね。皆さん、市役所方向へ歩いています。路面電車がいかにいいかってことですよ。路面停留所を降りたらもう歩いて行けるわけですからね。地下鉄から、あるいは高架駅から降りてくるだけで一苦労っていう都会に行くとは違います。でさっき言ったようなそのループ制にするとこの運転手さんがね、エンド交換する必要がなくなるので、それもまた大きいですね。はい、ということで、これで、福井最後かと思いきや、実はもう一本乗ってます。もうね、ギリギリまでね、乗ることにしました。ちょっとさっきの、キャスのやつを切っておきましょう。はい。もう一本乗るんですよね。それはね、これです。再びですね、越前鉄道に乗ってこの福井口にこの後向かいます。福井口で何を見たか、それはまた動画をご覧いただくことになるわけですけども、これが、福井駅の、新幹線のホームになる、部分ですね。後々、新幹線のホームになる部分を今は、越前鉄道がこのように仮駅として使ってる。左の方にちらっと見えるこの部分ですね、ここが、今建設中の越前鉄道の福井駅になる部分です。はい、でこの引き上げ線のすぐ向こうがもうね工事現場なんですよね。これ電車一掃したら、でこれ電車が暴走したら落ちちゃいます。あ、島村さんいらっしゃい。ちょうどね、この後あのバスがぐるぐるしてる様子とかも、お出ししますので、でこの後私が越前鉄道に乗って、福井口まで向かう、その絵をご覧いただきましょう。はい、6100型にね、やっと初めて乗りました。今までも来るでしょ来るでしょ全部7000だったんですけど、この6000型の、炭鉱に乗って、1両編成に乗って、向かいます。それではご覧いただきましょう。島ブーさん、相和田、そうだ、元愛知環状のね、愛知環状の300型かな。で福井駅、さっきの市役所前から福井駅に歩いて戻りました。9時台ですので福井駅前に入ってくるバスもかなりの数があります。この時にはね、そのバスのことをほとんど意識してなかったんですよ。で電停にもね、今出発したばかりの、これ700かな、770かなが止まっております。これ今出発したところですね。でこれ私も坂さんも絶賛の円形バス乗り場です。でこちらは、在来線側ですね。在来線のホームがある側です。
前でぐるっとぐるっと振り向いて駅の中を通り抜けると、向こう駅の向こう側は新幹線のホーム、それから越前鉄道のホーム工事、絶賛工事中、その向こう側には、長距離バスの切符売り場がありました。だからここをこっち側に今度長距離バスのバス乗り場ができるんでしょう、この辺りでね。で、越前鉄道の福井駅へ参ります。ベンチにね、恐竜が座ってるんですよね。わかりますかね、左側に見えるベンチに、なんと恐竜が座ってるわけです。島ブーさん、はい、行きたいですが、下道で3時間半かかる。下道でね。お待たせしました。まもなく越前開発、越前新保、松岡、永平寺口方面、勝山行きが発車します、はい、ご乗車のお客様は車内にてお待ちください。向こうからやってくるのも、これは、勝山から来た電車ですね。左側をよくご覧くださいね。今工事している様子が映っておりますので、その様子もご覧いただきたいと思います。新幹線が一段高いので、右側のね、越前鉄道の工事の様子が上から見えるっていうね、今だけの光景です。電車と乗ってない電車がありますね。シマブーさん、レゾナント放送。あ、そうそう。新福井の駅。墨のり、お茶神聖人 W さん、松本、福井、福井、一体とか、流れ日の町、陸に方面は、この2階です。
福井口、ここには車庫が併設されていて、私の狙いはですね、この車庫から出てくるキーボの階層が取れないかと思って行ったんですが、これが見事に外れましてですね、これが階層の出入りがね、3本か4本ありました。全部越前鉄道の車両の出入りでしたね。時刻表を見ない時間にカンカンカンとなると、いや来たかと思ったらね、ご覧のように越前鉄道が、車両の入れ替えをするわけですね。福井とこの福井口の間で回送電車の入れ替えをするんで、ね、そればっかりがっかりということで福井に戻るわけです。だからキーボの回送交渉ホームにね、提唱者が泊まるというちょっと面白い絵が撮れるかなと思ったんだけど、かなり前の時間帯のようですね。ちょっとこればっかりは調べが及ばなかった。もっと早い時間帯のようにございました。でこれは車庫の方に入っていく。アテンダントさんが渡っていきますね。あそこの中から乗務するのかな。今気づきました。いいな、車庫線の中普通の人は乗れませんからね。ということで、失意のどん底じゃないけど、失意のまま、帰ろうとしたら、なんとはい、この日は行きも帰りも6000という、しかも6000の2路編成というのは珍しいございます。車内は愛知環状時代のものかな。というわけで、越前鉄道の方も、何度も乗ってるのに勝山には行ってない、三国港にも行ってないというね、今度はちゃんと乗りましょうね、これも。さて、これらの電車を見まして、福井口、福井、来るさ、あれ順番がおかしいな、これな。はい。なんで黒坂ここに入ってるんだろう。まあいいや、これをご覧いただきましょうかね。先ほどの、福大前西福井駅、もともと西福井って言ったんでしょうね。
で、すぐ前に副題があるので副題前とつけたんですけども、社内の案内では副題前西福井、福井大学前ですってわざわざ言うんですね、最後にね。で これね、この階段何のためにあるのかなと思ったら、どうもこれは非常階段のようですね。この巨大な非常階段を準備しなきゃいけないっていう、そういうショッピングセンターの中にこう取り込まれる形で西福井の駅があります。でこれが福井口の駅ですね。もう私が前に行った時はここにはもう旧駅舎とかが建ってたんですけど、それを全て撤去して、道路のところにはもともとあった線路が残ってますけどね。福岡大学と勘違いする。副大って言ったね。でここの、ホームもね、ホームは4番まであったのかな確か。福井口は確か墨のり、はい、お茶神聖人ダブルさん。まあ三国港行っても勝山行っても特段何かあるわけではないですな。牧歌的な風景が広がってま す、ね、トラインス上でここ、かなり巨大な駅だ、巨大っていうかその大規模な駅だったようです。その様子はまた、ウェブに上がっておりますのでご覧いただきたいと思います。でこのように工事してて、もうこの僕、巨大っていうか4番かな、4番か5番まであったようなホームがあった駅なんですけども、しかも福大前駅がありますしね、矢印がなくません。で、これが 今後高架になった時にはさっきのように、ね、一面二線ですね、一面二線で、全てこと足りるじゃないのということです。地上時代はね、それぞれの、だから三国港線、それから勝山線、それぞれが交換できるようになってたと思います。まあ、今後ちょっとこれどうなるか、楽しみですね。ということで、これが福井駅前のこのバスターミナルです。これは、これに関してはですね、ザカさんとじっくり検討する、ウェブじゃないや、配信をやろうと今計画しておりますので、またその時には、ご連絡申し上げます。はい。では最後の動画ですね。いよいよ福井を離れて、高岡まで行くという動画を見て、ちょっと、お話しして、だいたい10時半かな、それでサイバーさんにつなげたいと思います。では、高岡までね、行く動画をご覧いただきましょう。新高岡まで行きますが、その前に福井駅のバスターミナルを見てから行きます。バス一斉に発車ですよ、一斉に。この時ばかりはその広角のワイドなレンズのカメラ買っといてよかったと思いました。こう見るとバスにもいろんな方があるんですね。専門家前に
怒られそうなこと言って、でなんかいろんなところにあるバスをかき集めてきて、京福図書区にしたんじゃないかという感じがしました。それでいいんですかね。いろんなところの元どこどこっていうバスをかき集めたような感じがします。島分さん、4メーカー、5社からがありますしね。そうなんです。坂さん、はい、中古車のオンパレードです。そういうのが好きな方は福井駅前は楽しいんじゃないでしょうか。このね、ここのところ、ああ、すみ、ね、のり、お写真ページンダブルさん、オートマチック車派何台あるかないかな。乗り場の後ろのところがね、こうくってあったりね。島ブーさん、おっしゃる通り、福井は中古多いです。こうパッと見ただけ、ドア配置でもね、中間に扉がある車、それから前後一番前一番後ろに扉がある車、はい、でホームに上がりまして、ちょっと早めに上がって白鷺を待ちます。福井発着のね、ローカル運用がいっぱい出入りしてました。島ブーさん、待機してるバスはプロパーみたい。プロパーっていうメーカーですか。墨のり、お茶神帝人ダブルさん、共有人のいるホーム、島ブーさん、あ、521だらけです。できた時期によって顔が違うようです。この521はいい車両ですね。本当に こっちにも欲しいぐらいのいい車両です。黒帯さん、見た目は223系、はいはい、そうです。坂さん、俺が行った時は食パン天国だったのに。食パン時代に行きたかったですね。今521天国です。だから521しかないですね今は、うん、島ブーさん、225の時もいるし。黒帯さん、223ベースと227ベースがいるわけですね。3、4両だったのに、今は2両基本だもんな。ハットプ、積み乗り、お写真ページ、ダブルさん、このゆっくりしたテンポの銀行、送り暮らしですな。あと、棒も、島ブーさん、あ、227か、はい、白鷺の車内からひときわね、高い山が白くなってて、これが白山なんですかね。
北アルプスの山なんですよね。ひときわ白く雪をいただいた山が非常に印象的でした。通過する駅はどの駅だかわからないままです。これはタイムスタンプと時刻照らし合わせば出てくるんでしょう。どこの駅かわからないまま通過しまして、どこまでアップで寄れるかとかやってたんですね。これはい、ということで金沢住森お茶神聖人 W さん、金沢雪白鷺さっき米原を出ました。果たしていつに着くんでしょうね。これだと24時ぐらいかな。あ、23時30分あ、24時ぐらいです。24時ぐらい。金沢駅のホームですが、平日の昼とあってですね、スーツ姿の人ばっかり、スーツ族だらけね。はい、観光客のとおぼしき方もいますが、とにかくスーツの人が目立ちましたね。金沢の在来線ホームはドヨーンとした感じに、これ変わらないでしょうね。このドヨンとした感じはね、ホーム全体を屋根で覆ってるものだから、このドヨンとした感じがやっぱ強調されますね。これ雪対策なんですよ。福井も新幹線の駅もどこもそうでしたけど、北陸の駅はみんな新しい駅は金のバームみたいな、金のバーム、これ結局お土産で買うことになります。ホーム全体を、ね、雪対策でしょう。屋根で覆ってます、ね、この阿鼻叫喚の乗り換えコンコース、平日の昼間ですよこれ。半分降りる半分乗り換えるってそんな感じかな。で、乗り換え口もね、観光客が多いのでスムーズに乗り換えられなくてね、ごちゃごちゃしてました。中さん、ホーム上の乗車案内がテープで塞がれているなぁ。積み乗り、お茶神聖人 W さん、金沢に一泊したくなる新幹線での乗り換え、突然金沢は、さっさと、この白鷹はもう 10分ぐらいでしかないんですけど、15分あれば十分かと思ったら、あの混雑っぷりは、ね、を考えるとやっぱギリギリな感じですね。でもここは自由席に乗ってずーっと端っこまで歩かされます。12番乗り場、停車中の列車は10時55分発白鷹560号の東京駅、東京行けちゃうんだと、ある考えが湧いてきましたね。1号車から4号車です。そうか、こんなに東京に行けるんだって。560号、逆方向しっこに島田さん、積み乗り、白鷺で、海側の自由席になればガラガラですね。特に昼の、上りとなるとガラガラです。
黒帯さん、日中だと白鷹が多いんですよね。はい、ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は白鷹東京行きです。次は新高岡に止まります。名古屋まで次乗り、お写真ページン W さん、これで東京に入りたいですな。若さん、いい7ですな。チャイムでやっとわかる。見た目では私は区別つきません。いいな、W。ご乗車ありがとうございます。博多560号東京行きです。到着時刻を黒帯さん、いい7系ですね。次乗り、お写真提示 W さん、いいなかな。ご3名様ありがとうございます。黒目那須温泉11時31分、糸魚川11時45分、上越妙高11時58分、飯山12時11分、長野12時22分、高崎13時ちょうど、大宮13時26分、上野13時46分、終点東京には13時52分に行きます。2時前に着いちゃうもんね、東京には。島ブーさん、バネ土地2156の白鷺で、金沢2348。ご利用いただきますと、指定料金が必要となります。お持ちのお客様、金庫の号車番号、ブザースキー番号、よくお確かめの上、お座りください。お客様にお願いをいたします。高電車の11号車はグリーン車、12号車はグランクラスです。グリーン券、グランクラス券をお持ちいないお客様、車内の見学や購入券、また電気、お手洗いのご利用はご遠慮ください。高電車の乗務員は JR 西日本の運転手は吉田。島津さん、W7 っていい旅立ちが流れるんですっけ。黒帯さん、フロントガラスの編成記号を見てテンションが変わるという。ブフ。今回乗ったのは、ね、全て E7 だったですね。いい日旅立ちが流れませんでした。何回乗ったのか、ね、さあ4回乗って北陸新幹線が4回乗ったんですけど、すべて E7 でした。チャイムは今のチャイムが流れました。新高岡に到着。長いこと聞かされるわけ。あ、じゃあ今回一度も当たらなかったっていうのはラッキーだったのかな。どうなのかな。座ったかと思ったらもう立ったという感じですね。数分で新高岡。ご乗車ありがとうございました。上花線はお乗り換えです。金沢から富山ってのは九州新幹線で博多から来るの。東海編成で帰りの水穂が西日本編成で、24のジャックパワーではないですが、くそーと心の。3人のおばさん3人組、このおばさん3人組とね、途中まで同行することになります。次の駅ですね。本当に、金沢富山間と博多から久留米に行く感じですね。
対比線のない政治新幹線の駅と、九州と違うのはそれ、ね、全部を覆ってる屋根、長い階段で、ね、ホームに降りるところで、島津さん調べました、谷村新司北陸ロマン打倒矢印W7 谷村やめてくれ。でね、階段降りるでしょ、すると、コンコースに降りるところでクッと階段が曲がってる、これね、九州新幹線の駅にこのタイプの駅があるんですよ。でその、横にはエレベーターがありの、左をで奥には、待合室がありの、これね、この配置は丸々九州新幹線にありましたね。どこの駅だったかな、新田村かな。西武新幹線ってこういうの平型があるのかもしれませんね。てなわけで、新高岡について、今日の配信動画はここまでかな、ここまででございます。ちょっと絵をご覧いただきましょうかね。はい、もう絵のない絵がないのか、はい、失礼しました。この後今度は高岡について、このさっきのね、ちらっとこの万葉線、この万葉線にこれから乗ること、乗る絵を、来週の水曜日にパクったな、他のポーズ丸パクリだと思いますね。どうだったかな、九州の方は分かりますかね。島風さん、はい、新大牟田がこのタイプだっけかな。階段が降りたら、コンコースに行くところでカクッと曲がるっていうね、タイプでね。あと5分ほどあるので、ちょっとこの領収書トークですね、今までしてこなかったので、ちょっと、時間を巻き戻して、まず、北陸に入る前日ですね。前日は、吉野家で夕食をとった。吉野家で、生ビール、グラス、牛丼、頭の盛りにけんちん汁っていうね、こういう、それで890円だから安いもんです。ビールが入って890円だから安いもんですね。で、シャトレーゼで、カスタードシューとかふんわりロールを買って、で、セブンイレブンで、アイスコーヒーを買うっていうね、この安上がりな夕食をしまして、翌日じゃあ新幹線に乗ります。新幹線に乗ると、ワッフルと紅茶、そう、山陽新幹線では紅茶が出始めたって、ありがとうございます。山陽新幹線でこの紅茶が出たのでどうかと思って買ってみたら、これ意外と美味しかったですね。吉野実、はい、吉野実これ、はなかなか良かったです。いわゆる、ティーバッグですね。ティーバッグのダージリンって書いてある、島分さん、はい、後でじゃあ見せさせていただきましょう。で、阪急三番街に、着く前にですね、阪急三番街が開く前に実はちょっとヨドバシカメラに行き出してですね、これ日番って書いてますけど、両面テープを買いました。両面テープを持って一脚ですね、一脚のネジを固定するのに両面テープを持っていくつもりが、持っていくの忘れておりましてね。でここで、ポイントカードをわざわざ作りのポイントいらないだろうと思っても持っていかなかったの、ポイント合算できますよっていうね、甘い言葉に誘われて、ヨドバシのポイントカードを作って、ほんでもってそうです、11時、阪急三番街前、ザクさんと一緒に入ったところで、イグロさん、はい、あら、こんばんは、ザクさんと一緒に入った阪急三番街で、クレミアを食いましてですね、はい、これがちょうど11時です。で、ホームに上がりまして、ホームのね、大阪駅の、11番かな、一番端っこ の、 特急専用ホームです。そこに上がって、牛めし膳、これは最初の、坂さん、ヨドバシのポイントカードはスマホアプリにしてしまった、プフ。この、牛めし膳とその隣のセブンイレブンでお茶を買うってね。で、これはさ
さっき の, その夜ですね、夜に、もうセブンイレブンばっかりですよね、今、西日本の。10回ほど合算してます、プフ。そう、西日本のね、その記憶不足が全部、ハートインっていうんだ、全部セブンイレブンになったおかげでね、まあ、ありがたかったですね、ハートインっていうんですね。7個、こっちの手持ちの7個に5000円ほど入ってましたので、それを使って。黒帯さん、ありますね。はい、旅弁当。これで行きました。で、いよいよ、しまぶーさん、筑後線小屋もこのタイプみたい。でしょ、新玉のもそうじゃなかったかな。で、これ翌日、まあ、お土産どころを回ったりする予定です。それはまた、水曜日ですね。水曜日の配信でやりたいと思います。それからちょっと先に万葉線の話をちょこっとだけしておきますですね。このように時刻表がダウンロードできます。昨日中華街を歩いていたら、はい、グレミアの看板を見かけて中華街と全然関係ないグレミアと紅茶のティータイムに変わりました。グレミアいいんですよ。とはで、これですね、万葉線の時刻表がダウンロードできるので、これありがたいことにですね、回送がどうもないっぽいですね、万葉線は。米島口というところが車庫があって、そこから出入りする電車をこう全部番号をつけて追っていくと、まんま、運用がわかるというね。この数字が、私が勝手につけた運用番号です。で、この、青線を引いているのはこれはドラえもんトラムですね。なのでドラえもんトラムを押さえつつ、新型電車とそれから旧型電車両方に乗りつつみたいな時には、この運用番号を抑えながら 回ったというのがちょっと役に立ちました。あらかじめね、こうやって時刻を抑えてダイヤを引いておくと、今回のようにこうです、今回のようにかなりギリギリの運転、ギリギリの旅の中でも結構充実したものを見ることができます。ここは西福井ですね。先ほど西福井に電車がついて、福井行きの越前鉄道が入って、それから今度は田原町方面に電車が出ていくと。だからこれに、それが2回ここで繰り返すんです。2回目は今度は、続行しません。ここのところを先ほど動画で紹介したということでございました。てなわけで、10時半ですね。次は、高岡万葉線だけかな、万葉線だけで、あ、万葉線とあとね、氷見線にも行っております。それらの、動画を、紹介することになると思います。それではこの後11時から、サイバーさんともですね、サイバートレインの方で今度はタイムラインでお会いしたいと思います。皆様ありがとうございました。また後ほどお会いしましょう。なんか絵を出して終わりにしましょうね。じゃあこれを出して終わりにしたいと思います。ではでは皆様おやすみなさい。あ、サイバートレインでお会いいたしましょう。中さん、お疲れ様でした。黒帯さん、お疲れ様でした。イグロさん、お疲れさん。島ブーさん、お疲れ様でした。